ではとりあえずちゃちゃーっと見ていくんですが、ああそう、俺 AVIUTL で普通に見てる。まあここら辺はほら聞いちゃうよな。嵐に関しては単純にあれスロー再生で見てたから時間かかってるんだろうなと思って見てた。ここバッサリいったよな。スナさん、レイジっぽいのあるけどこれ何なんだろうね。レイジなんかな。ここかっけえよな。まあ、なんかあれだよね、ツナさんはバラキーちゃんを倒したっていう、あ、腕切ったっていう逸話があるから、まあそこから来てるんだろうな。うん。でここかっこいいよな。金時さんかっけえよな。ここは金時とツナさんが戦ってるんだよね、とりあえず。まあビリ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 してるなーっていう。ライトセイバー感すごいな。あ、地味にいる。ここに地味に団蔵ちゃんがいる。え、ってことは金時と団蔵がチームなんかな。まあ団蔵ちゃんはまあ来るでしょうでしょ。カラクリすごいなっていう。おお。あ、メディアリリーいる。メディアリリーがいるっていう。わからねえ。地味にここのところが。多分そうだね。団蔵ちゃんと金時がペアで、メディアリリーとツナさんが同じなのかな。パンケーキが。あ、もうここで普通に顔見えてる。顔見えてるけど爆撃がっていう。もののふ、武士。これさ、ライコーと誰？ちっちゃかった頃のライコーみたいな感じなんかな？ああ、式部とか。確かに。あやかしんところさ、このさ、ちょめ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 ってなってんのすごいいいよな。あやかしか、あやかし。いや、わからんけど、妖怪のようで。まあ、ビーストっていうのかもしんないけど。かっこいい。ここ、その顔待ってたよって感じすごいするよな。あーっていう。あー、リンボその顔してくれるの、よかったよかった。よかったっていう。リンボやっぱその顔してくれないとっていう。これパラか？パラ？これ。だよなこれ。なんか一瞬さ、誰が一緒にいるんだろうと思ってたんだけど、パラかな。いや暗くてわかんないもんな。あ、シュテンちゃんにもある。え、へえ、あ、なるほど。え、サーバントが、あ、だから発想自体がまず違うんだ。だから多分俺たちはシュテンちゃんとかそのツナさんをサーバントだって思ってたけど、マスター側の立ち位置なんだろうな、この様子だと。あー、なるほどね。だからツナが召喚したのがメディアリリーで、シュテンちゃんが出したのがパラケルススなのかな。まあもしかしたらマスターとサーバントが混ざってるっていうのはあるかもしれないんだけど、まあマスターなんだろうな。
この手って何なんだろう。まあ、団蔵ちゃんのからくり？もしくは、もう全然関係ない、ただのからくりか。まあ、支店ちゃんだったら多分持ってたりすると思う。同時にね。あ、バラキーちゃんのか。あ、バラキーちゃんってこんな腕なの？一瞬なんかここら辺がカラクリっぽく見えたから、あれってなったけど、バラキーちゃんのなんかな。けどどうなんだろうね。なんか平安の奴らから確かにキャスターで来ることはなさそうだよね。聖杯戦争って仮定したら。ここら辺も普通に戦ってるよな。もう金時毎回戦ってるな。でも金時いかなるところでも戦ってるな。で、急に美しいもんね。綺麗だよな。式部さんマジで美人よな。え？っていう。あ、バベジンだ。バベジンだな。バベジンが。いやー、けど、キャスターばっかだな。キャスターしかいないな。え、メディアリリーですよ。パラケルススでしょ。バベッチでしょ。キャスターしかいなくねっていうぐらいキャスター多いな。ナゴンちゃんかわいいよな。かわいいよな。なんかやっぱ、ナゴンちゃんと紫式部の安定したかっこよさだよな。そう、団蔵がアサシンなんだよね。あ、どうなんだろう、違うのかな。なんかキャストアサシンですごい染まってる感じはするよね。まあそれともそうで、サーバントが受肉してマスターになってるっていうのはあるかもしれないな。ここちょっとグロッキーだよ。絶対これさ、覚醒このライコーさん覚醒してそうで怖いんで。大丈夫、御前にならない。また神様持ってきてない。大丈夫。金時のあの鬼ヶ島と同じ結末にならない。大丈夫。牛になってない？母性解放。な、母性解放されたらこんなことになるの？マジか。やばいな。あ、で、ここ鈴鹿なんだよな。怖いけど。めっちゃ怖いけど。めっちゃ怖いけど、ここ鈴鹿なんだよな。鈴鹿御前はわかる。で、これさ、多分、牛若、え？なんか、すげえ、めっちゃ牛若っぽい。この前サンタになったと思った。そやな。え、けどもうここら辺が明らか牛若の装備だよな。ここら辺。牛若っぽいよなぁ。まあ、金時かっこいいっていう。義経ここら辺ちょっとあれなんだよなぁ。画質が荒ぶってるんだよなぁ。ゴールデンまた戦ってる。またか。あ、多分これ牛若だろうな。あー、からくりの？確かにそれはあり得るかもしんないね。めっちゃ、もうめっちゃもう、
これ何？これ誰？もう石、なんかすごくない？これ。なんかあばらっぽいの出てるよ。これ誰？あ、そうか。牛若丸じゃなくて、義経っていうので来るかもしれないか。これ、サタン、ん？うん。いや、まあ、俺一瞬見たときにさ、ともえさんかなーって思ってたんだよ。ともえさんかなーって思ったんだけど、あ？なんか、そうだ、悪魔っぽいよね。もしかしたらサタン、サタンかっこもといサンタかもしんないけど。鬼4つ、うん、そう、4つも生えないよね。鬼の血がめちゃくちゃ強い、ともえさんか、もしくは単純に、サタン様か。うん。ああ、そっか、リンボのやつで、あっち系、まあ、リンボ関連かな、やっぱり。で、まあ、明らか空想時明らか空想時っぽいなんかでしょ？俺、これがまた活躍すんのかって思ってちょっと期待してる自分がいる。これ結構期待しちゃうんだよな。新作がまた。最後の最後でさ、バベッチがいた理由分かったもん。あ、ロボットだって感じ。そして思うんだよ。え、アレス？あれ？またいる？あいつ死んだんじゃっ。神々の力でなんかもう死んだはずなのにって思ったらスパロボまた始め出した。え？割と好きなんだよ。割とこのキャラデータ好きなんだよ。で、こっちかなぁ。こっちだな。ちょっとこのまま一回、リンボの宝具に行きますね。リンボの宝具がさ、めっちゃなんか気になるんだよな。2人いるんだよ。3人じゃなくて2人なんで、まあ、全体宝具っていうのはこれでわかるね。全体宝具っていうのはわかるんだけど、なんかあーけど、まあそうだね。なんかまあリンボの宝具を見た時にあのあばら骨に似てるのはやっぱりあれだな、サタン様っぽい感じがするな。俺一瞬さ、この目ん玉見たときにさ、なんかで見た気がするんだけどって思ってすっげー気になってたら、答えがコメント欄にあったわ。ハガレンなんだよ。ホムンクルス。お父様って一瞬なった。いい顔してんな。俺絶対さ、これさ、レア演出でさ、めっちゃさ、ひひひって、なんか笑ってるレア演出あると思うんだよな。絶対これあると思う、なんかレア演出で。なんか絶対、なんかもっと下水顔してるっていうのが絶対あると思う。まあ、フラスコの中の小人だよ、これは。ほら、もうお父様めっちゃ喜んでるじゃん、外出れて。歯見せてくれるから。そう、これでさ、ガオーって言ってさ、真っ暗になってさ、デバフ入ったか分からず終わるから。あれって。なんか、防御力ダウンとか入るのかなって思ったら終わるんだよ。だから、そのこと考えたらあれだな。こいつは、顔、なぜか顔があるけど、まあ、ここの、あばらとかそこら辺のことを見たときに、まあ、リンボの、これだな。
これと似てるから、なんかの体をよりしろになんかいるのかなって感じだよな。けどどうなんだろう。ここよな。とりあえず。首ないもんね。まあ、ともえさんを、こっちの方では、ともえさんを器にしててっていうのはあるかもしれないね。まあ、ともえさんのなんか、あれね、新しいともえさんっていう感じではなさそうだよね。個人的にだけど。とりあえずそんな感じかな。で、まあ見た感じ、まあ CM の方にチラーっと行くけど、まあ新キャラっぽいのはもう完全的に、この人しかいないね。藤原の秋光。ほう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 。道長の家系にたたりをなしたと恐れられ、悪霊サフって呼ばれてるの。はい、そういうのもあるんだ。もう、綱と、リンボしかいないよな。なんか、新キャラっていうのは。とりあえず、なんか、CM だけ見た直感で言うと、ピックアップ1しかないのかなって感じ。ピックアップ1だけだねっていうのと、ピック2で生命とか、まあ新キャラクターが来る可能性っていうのは、まあないんだろうな、なさそうだなって感じだね。セイバーの雷光さんとかが来るのかなとか思ってたりとかしたけど、まあこの様子だと、来なさそうな感じの方が強そうだし、一番怖いのは、グダもマシュも出てないっていうのが、まあグダマシュ出ないこと普通にあるけど、まあ、とりあえずそんな感じかな。なんか、一番怖いのが、この CM には出てないけど、ストーリーなんで、ちょっとチラッと星さん追加しますね。って言いそうなのが怖い。あれ?っていう。そうだね、ピック2でありえそうだなっていうのはメディアリリーとしてんちゃんかな。ただやっぱりすげえ気になるのが、なんでここにメディアリリーがいるのって話だよな。爆発のシーンだとここら辺かな。地味になんで突然入ってるんだろう。さっき入ってなかったのに入ってるんだけど、ここら辺でいいか。メディアリリー、そう、マスターとサーバントっていうのが一番関係性としていいんだよ。マスターとサーバントだね。で、そうなった時に、バベッチとか、まあ、パラケルススっぽいやつがいたのがあったから、情報として、これがサーバントとマスターの関係なんだろうなっていうのがあるんだけど、どうなんだろうね。オリンポスから逃げた組でさ、バベッチと、パラケルススっていたっけ?けど、いなかったよなぁ。そう、脱落した組出すよっていうのは確かインタビューの方であったから、単純に話の内容として、ここで出しますっていう感じでポロポロって出したっていうのはあると思うんだけど、どうなんだろうなぁ。逃げた組は多分不明だって、じゃあ、そうなるよね。まあ、聖杯戦争っていうワードを言っていたから、まあやっぱり普通に戦ってるっていうのが妥当なのかな。
バベッチはマテリアルで断層に向けてのコメントあった。なるほどな。クグツ、カラクリ関連かな。けどまあ、あと他のなんか組み合わせがちょっとわかんないよな。ここもハテナだしな。ドーマさん、楽しそうだな、本当に。やばい、これパラだよな。俺、なんかもう全ての謎が全部パラケルススに吸われてってるんだけど。シテンちゃん、レイジャーのも気になるしさ。やっぱサーバントとマスターの関係が結構ここのシナリオをやっていく上で結構なんか気になりそうな感じがするけどね。確かにね、クラスめっちゃくちゃいじりまくってなんかシテンちゃんバーサーカーとか普通にありえるからな。そう、よーく見るとここのね、なんかこの線あるじゃん、ここの線、この線がパラケルススなんだよね。あれ、パラこんな感じだったな、みたいな。パラちゃんどこだろう。パラちゃんのここだね。ここが似てるねーっていう。であとなんかここ多分紙なんじゃないのかな。でなんかパサーってしてるのここら辺だし、フラスコの中の小人本当にいるんじゃん。急に剥がれん要素出てきたらびっくりするけど、あれ、まあただ CM でとりあえず読み切れるのはこれぐらいやな。うん、めちゃくちゃ美人だなーっていやマジで心しきぶさんかわいい、美しいって感じがするわ。もうこれ以降考察もなんもないから、まあとりあえずって感じだけど。Shoot, shoot, shoot.